はい、ともからのすけです。はい、今日は、ね、急遽ですね、動画を撮ることになって今浅草に来ております。で、浅草でですね、浅草グルメでちょっと探してたんですけど、ちょうどね、なんかすごいのがあって、ラテアートって見たの知ってます？すごいネックレスが変な感じで、ラテアートの、まあ、普通のね、こうコーヒーの上にこう絵を描くの知ってるんですけど、なんとね 3D で絵を描いてくれるラテアートのお店がですね、こちらにあるででーん、ハットコーヒーっていう、お店でございます。こちらでですね 3D カフェアートをですね、作ってもらいましょう。 VTR スタートやっぱり喋りながら書いてるのもあったんですよ。普通
画よりはちょっと時間がかかったかなと感じですけど、大体5分ぐらいを目処に。そうですね、結構キープしますね。ただ、次の方は、今、距離が来るのは、本当に崩れないんで、10分ぐらい落ちても、結構、手が持ってくれるじゃないですか。上に、長持ちする。だから、この前、ドラマ撮影してたのは、作って、撮影してる段階で、一応、結構、ね、時間持つんで、言ったんですけど、やっぱ、早く撮ろうみたいな感じで、言うんですけど、上に撮り終わったから、キープできて。難しいのな、やっぱり。毎日時間かければ良くなるってわけじゃないですよね、もらってやった時に。やっぱり時間かければできるだけ書き込めたりとかするんで、どんどん良くなったりするんですけど、やっぱり制限がある。YouTube 1年ぐらいやってるけど、それできんのっていうで書いてくれるぐらい。でもある程度こっちのね要望もね聞いてくれる感じで、まあそれは 2D の普通のお絵描きになるんですけども、3D アートになるとちょっとね泡がモコモコっとそこに絵を描く感じになってました。明日。明日。明日。もし浅草さんにね寄った際は 3D アート、ね、興味がある方はぜひ体験してみてください。ハットコーヒーというお店でございます。ハットコーヒーね。ということで、動画のご視聴ありがとうございました。良ければ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、すぎー。